この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。さあそして気になる今週のムフフ女優さんは、スケッチャー俺どうでもいいんですよ、正直どうでもいいですけど、どうでもいいですよ、はい、そうじゃないですよ、はい、俺が期待してる、こっち側ね、そうですよね、ここに立たれる方で、お願いします。スペックをご紹介します、はい、上から87、60、88の E カップでございます。胸に花が咲いてますよ、87ですから、花、花、87ですから、花がね、花が咲いてますよ。ではご紹介しましょう、はい、雪見えみるさんです。よろしくお願いします、雪見えみるです。うーんなんかすごい、いるじゃん何がですか、こういう上玉隠し玉がお前フォーク投げれんじゃんみたいな、すげえお化けフォークじゃんみたいな感じじゃないですか、ね、合コンに行きそうだ、合コン、合コンだった、合コンにいて一番人気みたいな、いやいや行くんですか、行かないです、でも合コンという名の飲み会は行きます。サラダというわけでしょ、シーザーサラダ、いやめっちゃ下手くそなんですよ人参とかピョンって飛んでっちゃって、それが可愛いじゃん、それが人気になるやつ、いやいやいや好きですか、うわ待って、何今の、今のいい、何ちょっとおこぼれもらっちゃった感じ、何これ今のすごい、汗すごいですよ、大丈夫ですか、最近ね、今日も出ました、あのね、イメージ的には多分その中学校の同級生、中学校の同級生で一番好きだった子みたいな感じなんですよ、だからまあ変わるよ人は、はい、変わる人は変わるけれども、はい、昨日聞きたくないな変じゃないですか、ウフフさんっぽくないですもんね、全然違う、全然違う、どういう表情で着替えたかみたいです俺が中学の時一番好きだった子はどういう表情で人前に着替えるのかなっていう、勝手に過去のこの女にするのやめてください、地元どこ、地元北海道です、あ、じゃあ違うわ、地元一緒でも違います、はい、今回の対戦棋士は演出も新しくなったシリーズ最新作第3の神降臨アナザーゴッドポセイドン、ルールはいつも通りシンプルに最終獲得枚数で多い方が勝利となる、そして魚拓が勝てば雪見エミルちゃんの生着替えエンドムフフな写真を視聴者プレゼント、ご期待あれ。月スポで結構ゴッドシリーズやってるんですけど、うん、全然勝たないじゃないですか、大丈夫です、相性バッチリです、本当ですか本当ですか、ここまで結構打ってると思う、うん、勝率なんと2割それが2割ってなんかツイッターで吠えてるの何回か見てますけど大丈夫ですか、来てないですね、なかなか